よいたろニュースチャンネルです。少子などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。今回は人気漫画のキングダムですね、こちらに関する記事と関連サイト合わせて紹介していきますので、よろしくお願いいたします。まず新聞記事はこちら、佐賀新聞ライブの7月17日の記事からです。キングダム返礼品に復活、単行本木製ボックスにとありますね。はい、では記事を読んでいきます。木山町がふるさと納税の返礼品に採用していたが、総務省からの指摘で取り下げていた漫画キングダムについて、町は7月から返礼品メニューに復活させた。今回は町内で製作した木製ボックスをセットにすることで、総務省が求める地場産品の基準をクリア。あ、そうなんですね。はい、町は日本中どこにもないとして寄付を呼びかけている。キングダムは木山町出身の漫画家原康久さんの作品。作品がアニメ化や映画化されるなど人気を集めており、町は昨年5月までふるさと納税の返礼品として採用していた。しかし総務省から地場産品ではないとの指摘を受け、返礼品から除外していた。新たな返礼品は就労用としての町内の就労継続施設 B 型事業所ライフステージで製作した木製ボックスと単行本10冊をセットにした。ボックスは縦31センチ、横22センチ、奥行き18センチのアルダー材製で、単行本10冊を収納できるサイズ。キングダムのロゴを入れるなど、ファンの心をくすぐるデザインになっている。キングダムが返礼品に設定されている寄付額は5万7000円で、収納する10冊は連番であれば指定できる。町は寄付してオリジナルボックスを手にしてもらいたいと話している。問い合わせは町財政課までとありますね。はい、こんな感じですね。そうですね、こちらの以前キングダムは確か10万円ですとか6万円ぐらいでこうコミックスですね、まあ、セットでもらえるという形になっていたんですが、それがあの地場産品ではない、難しいところですね。例えば漫画の先にですね、コナンですと、コナンだったら鳥取県ですか、そういったもの、新潟県だったらその、ドカペンですか、そういったの作者ですとか、まあ、テーマになったところの出身としてはその漫画を取り上げているあの自治体もあるんですけど、このキングダムに関してはこの、作者が、この木山町の出身ということで、このキングダムのコミックスを返礼品としていたんですが、まあ、さすがにそれ地場産品ではないということで、今回この、土地で作った本棚と漫画をセットにすることで、まあ、基準がクリアになったのだそうです。ちょっとそれ難しいところなんです。そうなんですかという言うしかないですね、まあ、それであの新たに5万7000円で単行本10冊が入る、本棚というか本棚と、単行本のセット、まあ、連番であれば、例えば1巻から10巻ですとか、15巻から20巻です、そういった感じのセットだったら15巻から26巻です、24巻です、まあ、そういうセットだったらいいですよというふうになってますね。はい、5万7000円ちょっと高めなんですけれども、まあ、オリジナルのこう名前の入ったこの本棚ということであれば、まあ、なかなか雰囲気も出てるし面白いのではないでしょうか。はい、でこちらですね、ふるさとチョイスの木山町で検索します、まあ、こちらこういった感じですね、やっぱり自治体にお酒ですとか農産物ですとか、まあ、そういったものがやっぱりどうしても中心になりますね。こんな感じですね、こんな感じになってます。はい、でそれとは別にいろいろ他にある中でですね、雑貨日用品というところをクリックしますと、こうずっとしたり、こういった感じでガラスの器ですとか、照明ですとか、そういったものもある中で、こういった感じでその木製ティッシュケース、アルダー材ですか、使ったティッシュケースも、こういったのも元からあるわけですね。このヒノキ材を使った名刺入れですとか、まあ、そういったものの中に、こちらです。はい、E7-0003C、木山キングダムセット単行本10冊と特製本棚セットということで、こういう感じで売っています。まあ、クリックしていますと、まあ同じなんですけど、こういう感じで、ね、金額として5万7000円の寄付で、まあ、1つもらえるということですね。はい、こちら、新聞記事にもこんな感じでありましたけれども、なかなかこう重厚な感じですね。こんな感じですね。こういう感じでこう、上が空いていることでこう積み重ねていくことができるということ、まあ、当然横に並べることもできるという感じですね。こんな感じですね。大きさのこんな感じが入っています。これはペイントでしょうか、それも焼き印なんでしょうか、まあ、ちょっとはっきり分かりませんが、こんな感じでなかなかおしゃれな感じのこうがっしり茶作りで本棚になりますね。で今、まあ
こういう感じでやっていけば、こう、ずんずん積み重ねていけば、5段、まあ、10段は高いでしょうけど、こう、全巻揃えて、まあ、セットで並べることも可能ということになりますね。はい。なかなか取り組みとしては面白いものだと思う。もちろん、まあ、キングダム以外のこう本を入れるのは買わないんですけど、それだとちょっとずれるかなというふうにはなると思いますね。はい。金額5万7000円、まあ、ちょっと高いんですけれども、ここでしかやっぱり手に入らないというのは、そのメリットといいますか、目玉になると思いますね。はい。ただ、発送期間、決済から31年後ということですけど、まあ、おそらくこれ作る期間なんでしょうね。まあ、在庫があるかどうかにもよると思いますし、そういったものも含めても31年後というふうになっていると思います。はい。こちらですね。はい。ちょっと説明を読んでいきます。キングダムのロゴが明記された木山町オリジナル木製ボックスに単行本10冊が収納された、木山キングダムセットを、お届けします。佐賀県木山町出身の林世代は少年ヤングジャンプ、集英社に連載中の壮大な歴史漫画キングダム、中国の春秋時代を舞台に大将軍を目指す少年の信と、後の始皇帝となる秦国の王である成との活躍を描いています。申し込みの際に何々館から10冊を記載し、申し込みの備考欄や問い合わせ先に入力、もしくは、相手にメールでお知らせください。お知らせご連絡がない場合には1館から10冊となります。ご了承ください。そういうことです。ですね。はい。で、こういう感じになっていて、ウレタン塗装ということですので、まあ、こちらのこのキングダムと書いてあるのはやっぱり塗装みたいですね。なかなかそれでもいい感じになっていると思います。まあ、こんな感じですね。はい、あと、木山町の説明などもできているということです。はい。ではこちらですね、こちら、佐賀新聞の記事ですとか、この、ふるさと通知などは、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のあったらクリックして、ぜひこのキングダムセットを申し込んでみてください。5万7000円からです。まあ、何点か、注文すれば、まあ、全冊セット収納することも可能かと思います。はい。で今後もこうした形で地方紙などに掲載されている良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はこれです。ありがとうございました。